あと、クールベがいないかな。ああ、じゃあ一番右端がクールベにする感じですか？そうですね。そうですね。キャプソン続きで見ていけたらなと思います。夜景レンブラント。17世紀のオランダの画家レンブラントが市民警備隊の姿を描いた最高傑作。当時の肖像画は直立不動が常識だったが、今にも動き出しそうなポーズや光と影を巧みに使い、ドラマチックな情景を描いている。長らく夜の光景と思われていたが、画面の保護するニスが黒ずんで暗く見えていただけで、実は昼の光景であることが修復で分かった。これタイトルが夜景じゃないですか。で、まあ、さっき後半にあったように、まあ、実はそんな暗くなかったよみたいな話もあったわけで、このタイトルって、まあ、誰かが「これは夜だから夜景だ」ってつけたと思うんですけども、そういうタイトルの決め方ってのはどうなってるんですかね。西洋の伝統的な絵画の場合は、基本的には作家はタイトルをつけないんですね。作家じゃないんだ。つけないんですね。そういうことしなくて済んだのは、まず一つには、西洋の古い絵画っていうのは、その多くが主題を持ってるわけですね。キリストの生まれた場面を描くとか、キリストが死んだところを描くとか、ペテロとパウロが何かしてるところとかね、ヴィーナスが海から生まれてきたところ、それは、まあ、分かる人が見ればタイトルつけなくてもまあ分かると。でしかもそういう画家が描く場合には、西洋の伝統的な絵画は受注制作が基本だったので、誰かにこの主題の絵を描いてって言われて初めて画家は描くわけですね。だからお互いその絵が何であるかは自明のもとに絵が制作されていたわけです。で、肖像画の場合は当然誰が描かれるかは分かっているので、それも自明なわけですよね。この夜景なんかは、そこからだんだんいろんなジャンルがね、絵画の世界に生まれてきてる過程に生まれたものだけど、でもまあこれも一種の肖像画なんですね。さっきのキャプションに出てきたように、市民の自警団の集団肖像画、市民警備隊だから、これは本当はこの一番真ん中の赤いマントをかけたおじさんが警備隊の隊長さんで、フランス・バニング・コック隊長と、ウィレム・ファン・ライデンブルフ副隊長の率いる市警備隊というふうに呼ぶのが、まあ正式名称と言えると思うんですね。だけども、あまりにも長いし、あまりにも有名になってしまったので、ヴィーナスの誕生ぐらいなら誰でも覚えられるけどもね、ウィレム・ファン・バニングのもの覚えられないです。だから誰かが「夜景」っていう分かりやすいね、「ナイト・ウォッチ」っていうタイトルをまあつけて、まあ、それで世に広まるように、まあなってしまった。これだからね、後世の人がつけたあだ名なんですよ。あだ名なんだ。あだ名。あだ名。この場合はああ、そうなるほど。です。ちなみに右に行くと、もう一個の大きい絵があって、ベラスケスの、これはラスメニーナスと呼ばれている絵ですけども、ラスメニーナスっていうのもやっぱり後世の人がつけたあだ名です。これもあだ名。あだ名なんだ。書いてあるように、まあメニーナスっていうのはその女官っていうことで、一番真ん中にいる小さい、白い服を着た金髪の女の子は、これは王女様なんだけども、その周りに女官たちがいるので、そこからラスメニーナス、女官たちっていうタイトルで呼ばれるようになった絵です。だけども、これもベラスケスがそういう名前をつけたんじゃなくて、もともとはフェリペ4世の家族とか、なんかそのような、もしもともとあったタイトルを考えるとすればね、なんだけども、一番後ろの鏡に国王夫妻が反映しているところが描かれていて、フェリペ4世の家族を描いてるんだけども、肝心のフェリペ4世とその奥様は絵に出てこないっていうね、趣向を凝らした絵なわけ。なので、何が描いてあるかちょっと分かりにくい絵なので、ラスメニナスっていう分かりやすいあだ名が人々に親しまれるようになったなんですよね。そっちの方が分かりやすいねっつって。そうですね。そうです。で、あと左にフェルメールのちっちゃい絵が2枚ありますけども、こういうのはまあもともともうほぼ主題すらないというか、まあ風俗画みたいなね。左の真珠の耳飾りの少女は、これは今はこう呼ばれてるけども、この絵は80年代にも日本に来たことがあって、その時にはね、この青いターバンの少女かなっていう名前で紹介されたんです。変わっちゃったんだ。で、そうなんです。イヤリングの少女っていうふうに呼ばれるようになったの、これは世界的に見ても比較的最近のことで、へえ。
こんなものがひょっとするフェルメールの身近にいた人物にエキゾチックなターバンを任せて人物を描いた、こういうのはトローニーって言って、うん、要は人物修作、はい、で肖像画じゃないんだけども、なんか人間の表情を捉えるために描かれるようになった一種のジャンルがあって、はい、そうすると誰を描いたものでもないし、人物一人がいるだけだから、その場面ストーリーの展開もないから、もともとこういうものにはタイトルって存在しないんです、ね、付けようがないのか、付けようがないんですよ、元々。だから誰かが適当につけるしかないんです。なるほど、なるほど。でそうすると例えば美術館に入ったりすると、その美術館で何が存在するか目録を作らなきゃいけませんから、うん、見たままをとりあえず描写するわけですよ、ね、うん、青いターバンをつけた女だったり、それが青いターバンに注目するのか真珠に注目するのか、それはもう人によって違うでしょうけど、うん、そういうふうにしてただつくだけなんですよね。へ、あのスカーレット・ヨハンソンが出た映画でね、はい、この絵をモデルにした、ね、フェルメールの電気映画があるあのぐらいを転換点として、世界中でこの絵はその真珠のイヤリングの方で認知されるようになる、はい、ような歴史があると思う。比較的最近の歴史ですよね。映画は結構影響した説。そうですね。あ、そういうこともあるんですね、うん、右のこの牛乳を継ぐ女もそれはこの見たままをただ言っただけの題でそのままですよね。そうです。それ以外につけようがないんですよ、うんうん、あ、確かに、まあ、間違いないですし、そのちゃんとそれを言っとけば分かるでしょ、うん、あの牛乳のやつ、それだけのこと。確かに日本美術もそういう感じ。日本美術でもそういう感じ。あの近代以降だとね、あの作家がタイトルをつけたというのがあったら、それはあの一番大きな根拠になるんですけど、はい、作家も一番最初に展覧会に出すときには謎ありなタイトルをつけたりするんです。はいはい、であの実際に人に作品を差し上げるときに箱書きを書きますってなったときに、うん、あのよくよく考えてもっとかっこいいタイトルをつけたりするんです。その段階で考えるんです。そうそうそう、そしたったら一番最初に出たときは花とカラスだったのに、うん、2番目に雑誌に載ったときには日盛りのトーナス畑っていうタイトルに変わっていて、で最終的に箱にね自分のタイトルをつけるときには南京畑っていう風に変わったりするんです。結局縮めちゃったんです。そうそうそう、どの段階のものを採用するかっていうのは悩ましいところなんですけれども、はい、花とカラスはちょっとあんまりだよな。南京畑もどうかなみたいなところで、うん、真ん中を採用する例というのがあったりしますね。へー、それはそれ悩ましいですね。いっぱいあると。そう、作家本人からしてそういうふうに一つの作品を違う名称をつけようみたいなことがあるぐらいなので、うんうん、これまでのさまざまな古い作品の歴史を紐解けば持ち主によって名称が変わっていくっていうことはざらにあった、うん、でどれが一番呼びやすいか、あるいは内容を想起しやすいかっていうことで生き残っていったっていう側面があったはずですね。へ、指定がなければこちらである程度適当に呼んでも、まあ、悪くはないというか、うんうん、なんか鳥鍋とかでも別に悪くはないわけです。これでもし鳥鍋が大定着したら100年後には分かんないですもんね。そうですね。相性っていうのはね、あのあだ名みたいなものをね流通していくと楽しい世界ですよね、うんうん、そうですね。実際のタイトルは異常にダラ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 と長いタイトルが夜景の場合と同じようにあっても、それを綴めるっていうのが自然発生的に出てきて次から次へと入れ替わっていくとしたら、それはすごく楽しいかもしれない。あ、鳥鍋の例で言えば鳥鍋が次の愛称候補としてですね。だってほら正式な名称があれ生物だから、あのひねりも何もない、ただのものって。ああ、なるほど。それ広まんなそうですね。そうですね、生物だと鳥鍋的生物とかいうのもいいかもしれない。鳥鍋的生物。作家先生が最初から展覧会に出すのにタイトルをつけて、それがとてもナイスなタイトルだってみんなの印象に残るっていう例ももちろん近代以降はあるわけです。うん、福山大観の生成流転っていう40メートルも長い絵巻っていうのが東京国立近代美術館に収蔵されてるんですけれども、うん、あれはナイスなタイトルなんじゃないですか。それみんなが思ってる、これはぴったりの名前だって。ごめん、それぴったりの名前と思ってるのは私だけかもしれないですけど。それはあの展覧会の初出品の時から名前がついていて、まあ、あの近代作品だから当然なんですけど、であの箱分けにも生成流転って書いてあって、バッチリ
でその絵巻を描く前に小字体っていう下絵を準備してたんですけど、はい、この小字体の一番後ろの方に生成ルテンっていう文字を一生懸命練習してる跡とかも残ってたりする。それいいですね。その後見たいですね。見たいですね。微笑ましい。でも響きがめちゃくちゃ綺麗ですね。生成ルテン。そうそうそう、うん、生成ルテン、はい、生きとし生けるものはルテンしていくみたいなことで、まあ、書かれてるのは何かっていうと、あの山から海までの川の流れが書かれてるんですけど、うん、そういう作品もあります。近代以降はそういうふうにこうタイトルと作品がきちんと手を結んで受け継がれてるっていうのがありますね。なるほどなるほど、うん、やっぱ偽物本物がはっきりするっていうのも、タイトルがちゃんと決まってるっていうのも、なんか僕らが思う普通の美術のイメージって結構近代以降のものなんだなって、うん、確かにそうですね、うん、たまに絵画で無題みたいのってあったりしませんか。あれとかってのはどうしようもなくなっちゃったから無題みたいな感じなんですかね。ありますね、無題、はい、あれはきっともう20世紀以降の美術で、作者がそのタイトルをつけるっていう行為をしたくないと。あ、タイトルをつけることによってその先入観を与えるから、はいはい、そういうものなしにさらな気持ちで絵を見てほしいみたいな時に無題と。あ、うん、なるほど、そういう思想の表れとしての無題。何か書かれたものがはっきり分かった、例えばそれがキリスト教の主題であれ風景画であれ、はい、具象形を描いたもので何を描いたか分かんない場合には、それは多分無題とはつけなくて、その、うん、題名不詳とか池のある風景とか、はい、2人の人物とか、とりあえずデスクライブして、まあ、タイトルをつけますよね、はいはい、だから無題ってのはその行為を放棄してることなので、それは意識的に無題にしてる。そういうことなんですね、うん、昔の人がタイトルつけなかったっていうのと今ある無題は全然違う。違う、あ、うん、そういうことか、うん、なるほど。でもあれですよね、無題っていうタイトルの作品も近代美術館なんかだとだいぶたくさん収蔵してるわけですよね、うん、ありますよね。データベースなんかで無題で検索するとわーっとたくさん出てきたりするわけですよね。同じ作家で無題とつけがちな人はたくさんの作品に無題とつけるんですよね、うんうん、そういう思想だから。そりゃそうだ、なるほど。そうそうそう、なんか誰々の無題っていう作品を今度展示しますっていう時に、うん、こう作業する現場ではあの太陽っぽいやつが真ん中にあるやつとか机みたいなのが書いてあるやつとか、そういうあだ名が自然とついていくっていう傾向はあるかもしれませんね。でも学芸員のそういう呼び名でなんか無題系の展示をするとか、なんかちょっと面白そうですね。あ、普段こうやって呼んでますって。ああ、面白そう。無題というタイトルがどれくらいの広がりがあるのかっていうのを、うん、昔から今までみたいな作品を選ぶっていう展示もあり得るか、うん、最初に無題ってつけたのは誰でしょうね。最初誰ですか ね無題でしょ。ミロとかにたくさんあるようなイメージはあるんだけど、古賀春江とかにあったりするんじゃない、あ、でもやっぱそのシュールぐらいか、1920年代、うん、ぐらいには確実にあるから、うんうん、それよりも前ダダとかその辺から。印象派の人たちって無題ってしたりしません。自分で無題とはしてないと思いますよ。なんかしないのか、うん、無題問題今後楽しみですね。問題化したときっと誰かが調べてます。どっかに資料ある。はい、見つけられたら森友。じゃあ続いて何か言いますか。はい、キャプションの方また引き続き見ていきます。これはいい感じの名画ですね。いい感じ。すごい抽象的な表現なんですけど。着衣のマハですね。はい。これはまあご存知の方も多いと思うけど、同じポーズをしたお姉さんが裸の絵とこういう着物を着た着衣の絵とペアで存在するんですよね、はいはい、で普通有名なのはまあ裸の方なんだけども、うんうん、ここではあえて着衣の方を展示していて、西洋美術館でも2011年にゴヤの展覧会をやって、その時にこの着衣の方がメインピースで来たんですよね、はいはいはい、でまあ裸の方も40年ぐらい前にペアで来たことがあるんだけども、うん、やっぱりみんなあの裸の方が有名だし、うん、裸の方が見たいよねみたいな、ね、そうそうそういうことでやっぱ裸の方は貸してくれなかったんですよね。あ、ちなみになんかこの説明文にカモフラージュのために描かれたって書かれてるんですけど、はい、これはどういう意味なんですか。ゴヤはね、スペインの画家で、スペインってのはカトリックの国だったので、はいはい、やっぱりとても宗教的に厳しかったので、うん、女性の裸体を描いたもの、裸体を露出することに対してはとてもその社会的に厳しい
プロトコールがあったんです。でもね、当然ですね、西洋の絵画にはその女性の裸体画っていうのは伝統があって、うん、そういうものを集めた人も、まあ、王様とか直属の大貴族とかでいたんだけれども、うん、そういった人たちもやっぱりその女性の裸体画っていうものはその価値を認めながらも秘密の小部屋みたいなところに隠してたんです。で、そこは王様と一緒なんだと誰も入れないみたいな、うん、そういう小部屋に隠して限られた人たちで楽しんでいたという歴史があって、でゴヤの描いたマハも裸の方が先に描かれたことは間違いなくはっきり分かっていて、うんうん、同じような伝統でそういうものが描かれて、はい、まあ、ゴドイという当時の総理大臣に当たる人で、彼ぐらいの人であってもその秘密の小部屋であっても裸のお姉さんの絵ばかり描けている展示していることが、はい、まあ、例えば教会にバレたりすると、うん、スキャンダルになるとか大変なことになるというんで、なんか仕掛けを作ってですね、はいはい、普段はこの着衣の方が展示されていて、うん、はいはい、でロールカーテンみたいな仕組みに多分なっていたんじゃないかと思いますけど、紐を引っ張るとこの着衣の絵が上に上がって、はい、後ろにある隠してあった裸体の絵の方が、はい、ご開陳されると、そういうような仕組みをどうも作っていた、まあ、隠されたものを見るっていうのはやっぱり誰でも好きなね、うん、ことなので、そういうちょっとしたね仕掛けとともにどうも楽しんでいたらしい。市長がそんなドスケベな遊びをことなったの、うん、らしいです、ね、本当にそんな仕組み作ってたの。この仕組みがどうだったかよくわからないけども、うん、まあでもその要は絵の蓋を絵でしていたと、真っ二つに割って開けるわけにはいかないし丸められもしないし、だから隠すにはねこれなんか持ち上げるしかないようなね気はして、そういう仕掛けがあったんじゃないのかなっていうのはみんなが推測しているところですよね。すごい考えられてますね。でも、まあ、そこまでするのはちょっとあれだけど、でも僕らからすると大層価値のある絵をわざわざ他のもので覆うっていうのは意味がわからないことだけども、うん、でもそれは歴史的には比較的よくあったことで、そういう人に見しちゃいけないものとか、はい、とても大事だから限られた時にしか見たくないもの、見せたくないもの、やっぱりそういうものを隠すって伝統は古今東西あって、例えば日本でもお寺に行くと秘仏とか言って、うん、で仏像はそこにあんだけど見せてくれない、年に1日しか見れないとか、うん、300年誰も見たことのない仏像とかあると言われていたりするわけですよね。あと春画だとかもね、あ、そうですね、あのしまっておくのが普通っていうのがあったりしますよね、はい、なのでやっぱりまあそういうエロティックなものっていうのはしまっておくべき対象となりやすいので、うん、額にカーテンレールをつけて布を垂らして、はい、要はカーテンをつけておく、これはあの宗教画でもよくやられたことですよ。お祈りの時だけにカーテンを開けて、大事なものね、お祈りのためのものだから普段ずっと出しておくとね、なんか紅葉が失われるみたいな、やりたいことの、ね、意図は分かりますよね。フランダースの犬とかそうじゃない？ああ、そうですね。それまさにそうですよね。なんかアートの世界だと、まあ、そのスケッチとかで、まあ、結構裸の絵って描いたりするじゃないですか。その延長線で恥ずかしいものではないのかなと思ったんですけども、うん、歴史的に見るとそういう後ろめたいというか隠すべきものみたいなのはあったんですか？それはそうですよ。それはやっぱりそれはね、そんなリアルに女性の裸体が描いてあればそれをエロいと思う人は世の中の半分はそう思うんだから、はいはい、で、なるほど、で、まあ、世の中の歴史っていうのはどちらかというとやって男性目線でずっと作られてきたわけですよね、うん、はいはい、女性の裸体画が愛好されるのはもちろん西洋の美術っていうのは基本的にやっぱり人体ありきなので、ね、人体をリアルに表す、それができることを証明するにはそれは裸体を描くことが一番早いんです、うん、だけどもただそれだけじゃない楽しみっていうのもそれは当然あったに違いなくって、だから人々はそういうものを楽しむ一種の口実にね、うん、芸術っていうのは人体を描かなきゃいけないんだと、はい、だから裸を描かなきゃいけないんだっていうのを口実にしてきたところっていうのはそれは当然大いにありますよね。もちろんあるけれど恥ずかしいって気持ちもまだ持っていた。なるほど複雑ですね。複雑です。でも裸関連で言うと、あの鶴見さんの描いた特徴で面白いのがあって、小倉由紀の作品で、まあ、女性が描くとエッチな感じがしないという声も聞こえてきそうですというキャプション、私あれすごくいいなと思ってツイッターに出したところ、いろんな人からのご意見がそうするとくっついてくるわけで、いやエロいだろっていう声が結構ありました。エロいですかあれ。いや僕はエロくないと思ったので、あ確かになんかうまいところをついたキャプションだなっていうふうにいいなと思ったんですが、エロいだろっていうツッコミが結構落ちちゃいました。いやいやエロいだろって、はい、あだからやっぱそういうふうに見る人もいるわけ、はい、なるほど。日本の場合はね、西洋で
神様の類をですね裸で表現するっていうのが公然と行われている。それを明治になってからですね、うん、西洋ではそういうことらしいよっていうことを作家によっては海外なんかに行ってそういう例を見てきたりして、裸が描けないと、あるいは彫刻で裸が作れないと、うん、これは美術じゃないんだからって言って無理やり頑張るっていう背景があるんですよね。だからあの明治の最初の頃に油絵をやってた人たちっていうのがなんだかものすごく不自然な感じで裸を一生懸命描いてたりするんですけど、はい、そういうのがこう次第に芸術だから裸を描くんだっていう風なのにこうチェンジして日本の中ではあの歴史を紡いでいくっていうところがあるんです。でも日本人の感性として裸にするにはなんとなく理由があった方が描きやすいなみたいなところがあったりするんですよ。そうなると裸になって当然のお風呂の絵とか入浴図っていうのはちょっとあのメジャーな逃げ道だったと思うんです。でね、男性が入浴図を描いたりするとちょっとこうお風呂場で半裸の女性がちらっと流し目とか、あのお風呂から上がったばかりだから肌がピンク色とか、肌から湯気が上がってますとか、そういうこうスパイスを効かせがちなんですよ。でね、それが色っぽくていいなみたいな、芸術だからそういうところに感じ入ってはいけないのだとみんな分かってたとしても、ちょっとね心動かされちゃうっていうのが、あったと思うんですよね。でもあの作品ね、小倉雪の浴場っていうのも、どちらかというと私はあのキャプションに書いた通りだと思うんですけれども、お風呂にずっぷりと入っていながらですね、肌が赤く染まってなかったり、頬が蒸気してなかったり、伏し目がちでこうこちらに体を向けてる人がいなかったみたいな要素から考えるとね、男性のちょっとこういいよねみたいな感じに思うような要素っていうのがわざと省かれているんじゃないのかなって思うんですよね。なるほど。やりがちなエロいニュアンスをなしで描こうっていう意思を感じるというか、そう、これを描かないことで表現できる何かみたいなものを、あの時代に描いてみちゃった絵なんじゃないのかなって思ったりするんです。西洋美術ってどうなんですか、川瀬さん。やっぱりこう寝てる女とかっていうのは、ここがポイントだよねっていうのはここ受け継がれてたりするんですか。やっぱり例えばその横たわる女性の描いた絵ってたくさんありますけど、横たわる男性を描いた絵ってそんなないですよね。男性の裸体は力強そうにポーズを取ってたりとか、運動してたりとか、だけど女性はそうやって自分から動けない主体的なポーズじゃなくて能動的なポーズを取らされて人々の視線にさらされているように描かれることが多いわけです、それはやっぱりその男性の目線で描かれている、しかそういうふうに描くことが通例だったからみんなそういうものだと思って描いていたことの表れですよね。でその主題でもさっきそのニューヨークのお話がありましたけど、やっぱりその西洋でも何のこじつけもなしに突然女性の裸体を描くとそれは非難されたんで、みんなその最適な口実として神話画を利用したわけですね。でだからさっきのそのボッティチェリのヴィーナスの誕生もそうだし、それから例えばニューヨークだとスザンナのニューヨークとかね、スザンナっていう人が、まあ川べりで水浴びをしてたらそのスケベジジイ2人に見られるだとか、そういう話があるじゃない。でそれはあの決してギリシャ神話がそういう話ばっかりかっていうとそんなことはないんだけども、そういう入浴を覗く場面っていうのはそのあとバテシバっていう人も覗かれたしとか、いくつもあったりするんですよね。覗き話、やっぱりそれは男性が作り上げてきた社会とその価値の体系の中で生み出されてきた美術の中で、そういうものがまあたくさん出てきちゃったことは、まあ、事実としてはもう拭いされない。だけども例えば17世紀のイタリアにアルテミジア・ジェンティレスキっていう女性画家がいました。でその人は西洋の美術史上で最初の女性で大画家と呼べる人と思うぐらいだけども、当時の女性が画家になったとして描かされる典型的なものっていうのは花の絵とかね、それからまあ肖像画とかだったんです、神話画とかキリスト教の主題の絵っていうのはあんまり描いた人がいない、で彼女は間違いなく意識的に女性がテーマになる神話主題をたくさん描くんですね、そういうものを描いていく際に、描いてるものは男性画家と同じなんだけども、やっぱり
彼女なりの女性としてのその神話取材に対する対峙の仕方、うん、みたいなのがやっぱり明らかに彼女の場合は他の画家と多分違うんです、うんうんうん、だから彼女の描く女性たちは、まあ、とても力強そうだったり、うんまあ、ある意味バイオレントだったりするんですけども、うんうん、そこがやっぱりあの画家はとても面白 いんです、ね、この並びから1個ぐらい何か言ってきますか。ここで面白いのは、はい、この辺はいわゆる日本人にとって一番馴染みの深い、うん、あの19世紀の後半の絵画を並べたところなんだけども、はい、で例えばゴッホとかねミレーとか出てくるんだけれども、うん、いわゆる印象派の絵が一点もないんですよね、うん、つまりモネとかルノワールとか、はい、あまあシスレーとかピサロとか、うん、ドガもないしね。確かにモネいないの意外ですね。そうなんですよ。でまあ、あのミレーが2点あってマネが2点あって、うんあとエヴァレット・ミレーのラファエル全般の絵があって、はいベックリンがあって、うんそんでまあすごくゴッホセダンヌか、セダンヌ。これは結構構成的なセレクションだと思いますね。うん、まあ、普通は、まあ、モネル・ノワールがいないってのはねすごいね。モネ展とかめちゃくちゃ人行ってる印象ありますし、ね、そう、うんうん、まあこのベックリンなんかはまあここにいなくてもいいんじゃないかと思うけれども、あまあ行ってもいいんだけどねこの並びだったら、まあ、ベックリン出すなら、まあ、モネは出してあげてもいいなと思う。なんでベックリンなんだろう。キャプションとか気合入ってましたっけ。謎めいた名画死の島、そうそう、鏡のように静かな海に浮かぶ岩壁に囲まれた墓地の島に似たような小骨が音もなく近づく。怖さと安らかさが同居する雰囲気。見たままを写実的に描くのではなく、目に見えない人間の内面や観念を表現しようとした象徴主義の画家ベックリンの作品。模範的なキャプションですね。硬い感じがしましたね。他のに、まあ、読んだ時に結構なんか難しいなとすごい感じました。イケイケなとか言ってほしいのに。マジ闇の絵ですとか。そうね、であとでマネが2点あるのはまだいいとして、はい、そのミレーが2点あるのはまあ種まく人と落ち穂拾い、まあ、まあどちらも有名な絵だけどもこれは1点でいいよなと思う。一旦ちょっとこの辺取り除いて、あとクールベがいないかな。あじゃあ一番右端をクールベにする感じですか。そうですね、うんそうですね。じゃあベックリンの代わりにモネが入ると。うん、うん、そうね。そうすれば完璧。ルノワールはルノワールいないね。ルノワールも大事。じゃあマネ1点削ってルノワールですか、まあ、もし、うん、もしルノワールも入れんならそうなるでしょうね。あんまり好きじゃないでしょ。モネルノワールはちょっとありがちだからみたいな判断が、うん、でしょうかね、ひょっとするとね、うん、でもありがちなゴッホは2点あるんですよね。うん、ゴッホは好き。ゴッホは好き、そうですね。この感じで見ると。ゴッホは好き。かなり個性出てましたね、意外と。そうです、ね。結構ここは個性出たセレクションですね。やっぱ専門家から見るとやっぱ違和感はちょっとあるわけですね。あるんですね。でまあ最後もねセダンヌで終わって、まあ、ね、日本絵画よりはまあ100年ぐらい後までカバーされていますけれども、うん、もちろん新しい20世紀の画家たちはまあ著作権がかかるとかいろんな大人の事情で載せられなかったりもするんでしょうけど、まあもうちょっとね後ろまであってもいいですよね、20世紀の初めだから1899年まで、うん、そういうことなの。まあ、大体死後50年とか70年とか、戦争を挟んでるとちょっと変わったりとかしますけど、日本の近代美術がないのも著作権がハードルになってるっていうのは大きいですよね。そうですね、うん、っていう事情も若干透けては見えるかなという。あ、汗かいちゃった。奥行き60センチから80センチって感じですよね。地震があった時に倒れてしまうのではないかという恐れが。風太の美術館は結構贅沢してる。贅沢してますね。でもね、ここ常設展示でしょうから、そういう金の使い方もありだと思いますよ。